ストライクショット、こんにちは、 X 村くん仲間のストラパッチョンとこないです。はい、ではこちら、はい、パブジムマストカラバーコーリングリーンガブリン、ボシェット、ボシェットじゃないかポリスのカバンだけど、ポリスのカバン、はい、ということでね、うん、今日からも始まってますね。うん、始まってます。はい、コラボ、マブジムとモンストのコラボやっております。はい、こちらの氷のグリーンゴブリンに行きたいと思います、うん、はい、じゃあ使ってみましょう。行きましょう。はいはい、じゃーん、じゃじゃーん、アンチダメージボール、ゲージで SS ターン短縮、うん、おで、優勝コンボ反射レーザーエリオン、おっ、え、パンプキンついてるとりあえずみんなに当たって行こうかな。うん、うん、速いイメージあるね。スピード感あるね。ね、構成がいたからかかな。確かにスピードアップしましたね。SS ターンも短縮したのかな。じゃあしましたね、みんなに当たったので3ターン短縮してあります。じゃあちょっとレーザーいきます。はい、よいしょー、おー、ハンドレーザー、うん、L4、 L4、 うん、いいですよ。いいね、よいしょー、ロックオンではないですです、ロックオンではないですね、普通の反射レーザー。うーん、じゃあ弱点シャーでできるわけですね。ですね、縦に当たれば、はいはいはい、えいっ、おーおー、 SS ターンを短縮して、結構打撃力もある気がする ね、まあ、ちょっと同時のクリティカルも出ました。クリティカルちょっと分かりにくいかな。確かに、えい、おー、誘発レーザー、うん、打撃の方はちょっと弱点それてきたかなですね、うん、おお、これもう次、うん、SS 打てますねですね。まあ、また3ターン短縮しました。もう打てる、殺すや16ターンなんで、それよりもね、3ターンも早いよ。おー、13ターンぐらいで、どういうことですね。うん、はい、ということで、じゃあストライクショットいってみますか。はい、狙った方向に複数のパンプキンボムを放つ。やはりパンプキンボムか。ストライクのカバンから出して撃つんですね。弱点に向けた方がいいんだよね、多分。でしょうね、複数の。みたいなのが見えた気がした。なんかいっぱい出た気がする。何個出たんだろう、分かんなかった。ちょっと離れて打ってみようか。そうですね、うん、はいはい、ストライクショットちょっと遠めに打ってみます。はい、さっきちょっとパンプキンがね、うん、白い光の中に包まれてた、包まれてた。こういろんな方向に角度あるんですね、うんうんうん、すごい逆転、弱点近接だとね見えなかったけど、うんうんうん、ということで、ではステータスいってみましょう、うん、はい、ということでステータスはこちらになります。で、今回行ったのが、平の清盛、うん、はいですね、ダメージボールね、ダメージボールも出てたし、うんうん、結構効果力だからね、うん、そうですね、SS は何回も打てるのは良かったですね。やっぱスピードすごい高いですね。本当だね、 SS ターン短縮持ちとしてはかなりいいですね、いいスピードですね、うん、はい、他に行けそうなクエストでいくと、うん、クイーンバタフライとか、ダメージボールですね、出ますね、うん、だし、あとはどこだろうな、あと水とかだとドラキュラとかも確かダメージボール、うん、確かに、まあ、ちょっと非属性の敵とかも出てきますけど、うんうんうん、ボスにはいいんじゃないかなと。確かに、あとはカイ君とかもね、うんうん、いけそうですね、うん、うん、そうですね、はいはい、となっております。はい、ポイントはこちら、新 SS パンプキンボム放つということで、うん、近くで撃てばね、もうパンプキンボムが全部、うん、ね、当たりますからね。面白い、結構その数も角度も結構ランダムな感じで放つ感じなので、うんうんうん、なるべくね弱点近づくと
いいダメージ出しやすいかなというような、ね、100万超えとかもしますからね、うん、しかも、ま、めっちゃ早く打てますから、うん、1ターン22ターンですけど SS ターン短縮でかなり早く打てるという SS になっております。はい、以上以上バブチューモンストからバーコーリングリンゴムリン使ってみました。はい、はいですね、公式のマベツムキャストのチャンネルの方ではですね、うん、モンストのキャラたち登場しておりますので、おーマベツムの方も、はい、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、ではバイバイ。ご視聴ありがとうございます。まだモンスト公式チャンネルをご登録でない方はご登録をよろしくお願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録お願いいたします。パソコン、タブレットからご覧の方はこの画面内のこちらにあるボタンからご登録お願いします。 X フラッグではモンスターアニメや他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。ではよろしくお願いします。